回は限定車として販売されたホンダシビックタイプ R ユーロ FN2 のカタログを紹介します。このシビックは欧州仕様として、欧州では2007年より発売されていましたが、リーマンショック世界的金融危機により日本国内での販売は予定よりも延期されながらも、2009年11月に日本国内でも発売。その2009年11月のカタログがこちらです。 FN2100K 通称前期型と呼ばれています。全18ページで、表紙はイメージカラーのミラノレッド。 FN2100K 前期型は2010台の限定販売。色は3色設定されていて、チャンピオンシップホワイト、ミラノレッド、アラバスターシルバーメタリックの3色。色による価格の追加はなく、どの色を選んでも税込み298万円。ホンダのタイプ R といえば、チャンピオンシップホワイトのイメージですが、このカタログで使用されている紹介写真は、色見本以外、すべてミラノレッドの車両になります。限定2010台の割合は、各色ごとに販売台数が決められていて、チャンピオンシップホワイトが1050台、ミラノレッドが810台、アラバスターシルバーメタリックが150台。アラバスターシルバーメタリックは2009年型にしか設定がなく、150台と少ないので超激レアの希少種。2009年11月のアクセサリーカタログがこちらです。表紙とカタログの中の車両は、チャンピオンシップホワイトの車両がメイン。アクセサリーカタログですが、そもそも2010台の限定車で、R を変更する人が少ないと読んでいるのか、個性を出すようなアクセサリーパーツは、フロントとリアのロアスカートくらいしかなく、カーナビですが、他の車種には必ず設定されている。ホンダ純正カーナビの類すらも設定されていなくて、この車両に純正オプションとして取り付け可能なカーナビはホンダインターナビではない、三洋電機製の PXM108ST というハンディカーナビしか設定されていません。一般的な純正カーナビのようにセンタークラスター部に取り付け可能なカーナビの設定がこの車両にはないです。このアクセサリーカタログは1枚の紙を2つ折りにしたもので、この時期の他の車種のアクセサリーカタログと比べても特殊で、ホッチキス止めの冊子ではなく、 A4 サイズを広げると A2 サイズのポスターとしても使用できます。このホンダシビックタイプ R ユーロは2009年の限定販売だけでは終わらずに、2010年10月にも再度販売されました。2010年10月に販売された時の FN2110K 通称後期型のカタログがこちらです。全18ページで、 100K 前期型と同じく、表紙からカタログの中の紹介ページまで、すべてミラノレッドの車両で紹介されています。18ページのカタログの中身を 100K 前期型と比べると、間違い探しのレベルでテキストの一部分が異なるページ、微妙な色の違いを CG 処理した程度の画像ページを省いた場合、一目見て明確で確実に異なる写真のページはわずか3ページ程度しか写真の変更はなく、表紙は違いますがほとんど同じカタログです。カタログがほとんど同じなのは、前期型後期型という通称で呼ばれていますが、実際は年次改良モデルの違いしかなく、 100K と 110K の違いなのでほぼ同じです。この110K 後期型の変更点は、 100K 前期型にあったブレーキアシストの廃止、フロントメッシュグリルがブラック塗装に変更、フロントグリルフレーム、アウタードアハンドル、フュエルリッド、この3点がダーククロームメッキに変更。エンジンや走行性能に変更はありませんが、安全装備では
フロントアジャスタブル、シートベルトショルダーアンカーが追加。快適装備ではセキュリティアラーム、イモビライザーが追加。細かいところでは内装のシフトノブの上部にあるシリアルナンバープレートが。100系前期型は R の後に4桁の数字、110系後期型は R の後に X がついて4桁の数字です。このシリアルナンバープレートの数字は車体ナンバーではなく、車体ナンバーの4桁の数字とは別物です。110系後期型では設定される色が変更されています。設定されているのはチャンピオンシップホワイト、クリステルブラックパール、ミラノレッドの3色で、アラバスターシルバーメタリックがなくなっています。この時に設定されたクリステルブラックパールは新色として設定されていて、2022年現在も残っている色です。3色どの色を選んでも税込み300万円で、100系前期型より2万円値上げされています。2010年の販売数は限定数1500台、2009年の販売数限定数2010台から減っていて、110系後期型の方が数の時点でさらにレアもの。この時も限定1500台に対して各色で限定数が割り当てられていて、チャンピオンシップホワイトが850台、クリスタルブラックパールが500台、ミラノレッドが150台となっています。2010年10月のアクセサリーカタログですが、100系前期型のカタログ同様に1枚を2つ折りにしたカタログ、車両の方には大きな変更がありませんでしたが、この時のアクセサリーパーツには待望のアイテムが追加されました。100系前期型最大の問題点ともいえるカーナビが、他の車種のようにセンタークラスターブにメーカー純正として、一般的なツービンサイズのカーナビの取り付けが可能になっています。しかしカーナビを選ぶことはできずに、インターナビワンセグモデル VXS102VSI というあまり性能が良くないカーナビしか設定がない。少数の限定車両ということで、他のホンダ車とカーナビを含むカーナビキットの価格を比べると、同じカーナビなのに7万円ほど他社よりも高額の25万7千円の価格設定で、ツービンサイズのカーナビの設定を望んでいた人は多かったと思いますが、この金額とこの性能のナビをどう思うかは人それぞれ。もしも他の高性能カーナビを取り付けたいと思っても、ホンダ純正のツーリンの規格穴のセンタークラスターブは、パーツナンバーの品番が設定されてなく、キットの購入時に含まれるものだけなので、他の高性能ナビに変更する場合にも、一度このキットを25万7千円で VXS102VSI を含む購入が必要。中古車で購入した時に、このナビキットが装備されていたら、大当たりだと思います。ちなみに100系前期型に設定されていた安くてお得なハンディカーナビの設定はなくなっています。このアクセサリーカタログも A2 サイズのポスターになりますが、100系前期型のポスターと全く同じアングルで、110系後期型の特徴のグリルフレームがダーククロームメッキになっているのと、左下のキャッチフレーズが異なるだけで、一瞬何も変わっていないと思ってしまう内容。どうせなら違うアングルにすればよいのに。手抜き感があってもったいないですが、このアングルがホンダの考えるベストアングルということで納得しています。今回はホンダシビックタイプ R ユーロ FN2 型の私が所有しているカタログを順に紹介いたしました。本来いろんなホンダ車の車体のベースがシビックという中、この時の欧州シビックの車体のベースはフィットジャズということで、シビックタイプ R の中でも特殊な存在ですが、3ドアのハッチバックの姿こそシビックという古いイメージを持つ人間として、私個人的には好きな車です。
いつもチャンネル登録、高評価ありがとうございます。今後もこのチャンネルでは、ホンダのレース車両に関する紹介、解説をしたり、私もコレクションしているホンダのカタログ類やレアモノアイテム、レアモノミニカーの紹介など、ホンダに関する動画をアップしていきます。今後も動画制作を応援していただけるなら、引き続きチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。